切っておいた万能ネギを散らします。はい、こんにちは、ウキウキルンルンです。今日はこちらの手羽元を使って柔らか黒ずみを作りたいと思います。それでは作っていきましょう。フライパンを温めます。今日は油を引きません。手羽元のね、皮目から焼いていきます。こうね、弱火からね、ゆっくりと中まで火を通していきます。お肉を焼いている間に調味料を作っていきましょう。まずお水 400cc を用意してくださいね。こちらにどんどん入れていきます。黒酢を入れます。お醤油を入れます。お酒を入れます。お砂糖を入れます。よく混ぜ合わせます。こうね、裏面も焼いてくださいね。表面にね、しっかり焼き色をつけてください。この後煮込んでいくんですけど、ちょっとね、鶏肉は怖いじゃないですか。だからね、しっかりと中の方までね、一応火を入れておいてくださいね。ちょっとね、早く火が通るように蓋をしたいと思います。いい感じに火が通りましたよ。もうあんまり血が出てない状態です。これくらい火が通ったら一旦火を止めます。今度はお鍋に移して煮込んでいきますよ。こちらにどんどん入れていきます。先ほど作った調味液を加えます。でね、煮汁が少なくなるまで煮込んでいきます。火は中火ですよ。いい感じに煮詰まってきましたよ。こうね、煮汁をかけながらね、煮込んでいってください。こうね、時々上下変えながらね、美味しく煮込んでいってください。こうね、煮汁が少なくなるまで煮込んだらもう完成ですよ。今日はね、黒酢で煮込んでいるのでね、身がとっても柔らかいはずですよ。鍋底が見えるぐらい煮詰まったので火を止めます。ソースをかけます。切っておいた万能ネギを散らします。完成です。ぜひ作ってみてくださいね。